こんにちは。今日は中央国の一つの古い村を、ぜひご紹介したいと思います。でこの村の名前は東華村という場所なので、私は東華村とも言っていますので、この東華村というのは、中央国の、陝西省元城市、そこに9キロ先に郊外に、ある村ですよね。とっても古い村で、670年の歴史がありまして、結構古く続いてきた村の一つではあります。で、実はここを近くといっても、200キロくらいの先に西安という、大都会がありますね。西安から200キロ離れたこの村というのは、とってもきれいに保存されている村の一つでもあります。西安といえば、皆さん有名な兵馬俑というご存知の方多いと思いますが、始皇帝がやっている、この巨大な墓があって、でそこに八千体の兵馬俑が、あって、そういった世界的な有名な場所でもありまして、その西安行くと必ずこの兵馬俑を見て、なかなかこの村を、見る人はそんな多くないんですね。私も、実は2008年に初めてこの村に行ったことがありまして、でそこにやはり秘境の村とも言われてますので、そこはどうしても行きたいと言って、黄河の近くでもありますよね。でこの村の近くは実は黄河が流れていて、大東高原の場所、黄色い土が、あるという場所ですので、黄河の沿っていくというのは、当時も雨降って、私も相当大変で、なんか水が溢れてくるというような時期でもあったんですよね。ちょうどその時9月だったんですので、水がちょっと氾濫してくるようなイメージもあって、ちょっと、怖いイメージもありながら、この村に向かっていったわけですよね。この村は当時はほとんど開発されてなくて、観客もとても少ないし、そういった意味で、保存状況から言うと、やっぱり私いろんな村を見てきた中にとてもきれいに保存された村の一つでも言えます。でこの村は明清の時代、から明朝と清朝の時代から作った村で、約、そこに、当氏と家氏の2つの、家族しかいないですよね。当というのは当という字で、書いて、家氏も後から入ってきて、お互いに婚姻関係、お嫁さんをもらってそこに入ってくるというですから、要するに親戚になって家氏がこの当氏の村に入ってきて長く600何年を住んで、来たということを言えます。で、ここ125個の昔のままの四合院が残ってますよね。四合院というのも本当に北京の一番多くて、昔の北京の風洞と言われて、その伝統的な儒教でありますから、四合院ですね。でこの四合院また四角になって、結構中央国でいろんなところにこれは北方民族の一つの典型的な住まい の、 建築の仕方ですよね。で四合院も、100年以上のものをやっぱりここも残ってますから、新しく作ってくる600年以前のものが、あって、現在は320個になって、昔のままは125個あるわけですね。今1500人ぐらいの住民がここに住んでいまして、北京といえばやっぱり、四合院がメインということも言えるんですけど、ここは北京よりもっと豪華に作られていますよね。石とか木とかレンガとかさまざまの彫刻の上に彫って、もう結構完成的なところが、アートみたいなイメージですよね。どこの壁でもきれいにこう見えているわけですから、この保存状況も結構完璧的にはなっているところを、言えるんですね。
まあ歴史的な価値のある、まあ、遺跡として、まあ、中国の言い方で言うと伝統的な民教の生きた化石ということですよね、まあ、価値のある遺跡という意味で、まあ、言っていると思いますが、まあ、中国の現存する民心建築群の代表、まあ、いわゆるここ小北京とも言われているんですよね。まあ、要するに小さいの北京はここにはあると。で、まあ、古代民教建築文化のここには集約されて、まあ、もちろんこの隣の岩城市がまあ結構いっぱいあって、ですなわちこの十川村もとても大事な、ね、工場としてここに残っているということは言えます。で、世界の建築から、まあ、東方民家の博物館とも言われていまして、まあ、歴史的な文化の保護された一つの村落として、まあ、存在しているということはなります。で、まあ、私はここに入った時にちょうど、まあまあ、着いた時にも結構夜になってしまったわけであって、でそこにあの夜の撮影も、ね、すぐしたりとかしてましたから、なんかね停電したりとかしてたんですよ。あれなんで停電するかというと、なんか村の人たちがね、みんなテレビとかいっぱい見てて、なんかその電気が足りなくて停電になったと。なぜみんなテレビ見ると、まあ、ちょうどこの日が中国の、新州7号の宇宙船ですよね、有人飛行成功した日なんですよ。宇宙船が上がっていって、まあ、人間も乗っていくということ でみんな感動して、みんなテレビ見るんですよ。なんかみんなね、あの中にも涙が出てきて、おおすごいな、なんかみんな感動してね、まあ宇宙に行けたなみたいな感じで、まあなんかすごくなんかあのその光景すごく面白かったんで、まあ私もなんか皆さんこういうふうにテレビ見てるんだ、まあ、ということは停電もなるわけですから、なんかすごくギャップがあって、一方的に宇宙船が、ね、飛んでいくわけですから、こっちは停電というか、まあ、これはなんか古代と現代の、ね、このギャップの差というか、まあ、これどう考えればいいのか、ちょっとなんか不思議な気持ちにもなったわけですね。で、まあ、だけど停電ということによってなんか、ね、なんか月の光があって、まあ、この夜の道またすごい綺麗なんですよね、まあ、ちょっとあのなんていうか石畳の道ですよね。ここにはあの全て石畳なんですよ。あの道が全部石で作られていて、で、まあ、その道路が14ね、道が14個あるんですよね、まあ、あの道が流れて、まあ、全部きれいな石で、あの石畳の道で、まあ、これはまあまたとても美しく、いかにも古い町のまあ代表的な、ね、村の一つとしてまあ見ることができますね。で、中にちょっとまあご紹介したいというのは、私も見ていろいろ見てきましたので、やはり125個の四合院がやっぱりすごいですよね。まあ、四合院というのは風水によく作られているものですから、まあ、要するに一番メインの部屋が後ろの西方のね、まあ、北の方に向かってますから、西南の方がドア、まあ、玄関に入っていくんですよね、まあ、西と東側が4つの、ね、あの部屋が長まあ、並べていくというのは、まあ、これは典型的な四合院ですよね、まあ、もちろん三合院もありますから、三合院というのはあの、まあ、ドアの方があの建物がないので、まあ、入ってから右左メインの、まあ、これを三合院で言うんですよね、まあ、そういったような場所をまあ、いろいろ回ってきて、まあ、本当にこの壁の模様、まあ、石の彫刻、木の彫刻、いろんな形で、まあ、本当に芸術作品のように、まあ、一個一個見て、なんか全部博物館ような感じの村ですよね。まあ、まあ、そんなに、なんていうかね、お客さんもとても少なかったんですので、まあ、本当にじっくり見ることが、まあ、私ができたということは、まあ、とてもまあ嬉しかったということも言えます。で、まあ、村の中にちょっと考えていくと、まあ、やっぱり昔の、ね、共同体の中の村ですから、皆さんを一族の中で守るために自分たちを、ね、あの合同とかも来ますから、そういう防止するためにあの城壁の上にあの大砲とか置いたりとかね、まあ、当時をね、あのなんか
戦おうできるように自分たちを守るためにこの城壁を作ったりとか、あるいは防楼ですね。防楼というと、まあ、25号もありますから、まあ、それが防犯用として、まあ、日本というと櫓みたいな感じでみんな見張って、なんか強盗とかなんか変な人来たらみんなで戦っていくっていうような、まあ、村をしっかり守るような作り方として、まあ、成り立っているということは、まあ、今の現状を見ても分かりますね。で、まあ、この村はまた不思議で、まあ、ウェイト下にまだ村が続くですよね。まあ、石のトンネルを上がっていくと、もう一個上の方の村にも続くですよね。まあ、同じつながっていく村ですので、つまり村が崖の上にあるわけですよね。だから防犯用として非常になんかうまく構造上、あるいは風水的にも非常に、よく作られている村として、まあ、存在しますよね。なんか村の全体としてなんか一つの船というような姿を例えられているということは、まあ、中心がね、いろんな重みがあって周りが軽やかにというような、まあ、なんていう地形になっているということは、まあ、そういうふうに言われています。で、まあ、その中にちょっと印象的に残ったというのは、やはり、この、文政閣ですよね。まあ、文政閣というのはここの、一つの六重の塔になってますよね。まあ、この塔はここの村のシンボルでもありますから、まあ、38メートルの高さがあって、まあ、東南の方に作られていますよね。まあ、この村の東南方向、ね、なぜ東南かというと、まあ、中国の昔の神話的な伝説があって、北西の方が地形が高いんですよ。東南の方が低いという、まあ、地形になっているんですよね。そうなるとバランスを取るためにこの地図はね、この東南の方に高いものを作るという習慣があるんですよね。で、要するに、まあ、東南の方高いものを作っていくとか塔とか作るとなんか天と地がつながるようなイメージで、そこに埋めるために、まあ、そういうふうな、なんていうかね、まあ、傾向があるわけですよね。だからここのシンボルも当然東南の方に作られているわけですよね。で、そんな中に、学問の、まあ、世界みたいなところもあって、孔子とかね、その位牌とか文化的な意味で、まあ、祀っているという場所でもありますよね。でも、まあ、その、まあ、村の人たちは一つの、またこの、ね、先祖に対する祈りとかそういうところをね、地堂という場所があって、まあ、地堂11個もあって、結構村のいろんなところありますよね。まあ、大体正面の奥の、ね、部屋が、まあ、地堂としてなってますから、要するに、まあ、先祖たちの、この位牌とか、あるいは死んだ人たちの、まあ、礼拝とか、そういったところを、まあ、祀る場所でもあります。そういうふうに見ると村もやはり一つの集落として、まあ、共同体としてやっぱりしっかりよくできてますよね。で、昔、ここでね、やはり封建社会ですので、まあ、男の地位が高くて女性の地位が低くて、まあ、そこに一つの記念碑がね、まあ、ここの目玉的な場所でもあるんで、まあ、女性が親孝行をするために皇帝から贈られた女性を賛美するような記念碑ですよね。まあ、要するに偉い男の人たちが亡くなった後に女性たちがこれ誰とも、まあ、もう再婚はしちゃいけないと、死ぬまでに守って、ね、自分の、ね、死ぬまでにこの親孝行をしていかないといけないと、そういう意味で言うと、まあ、女性を賛美するために、まあ、贈られたこの碑がまだ今残ってありますよね。まあ、非常に綺麗に彫刻されている場所があるんですよね。まあ、こういうふうに見ていくと、やはりこの一つの集落一族の、まあ、共同体としての存在がとても大きかったということは言えます。村の人たちね、とても落ち着いた表情で、まあのんびりして、まあ、あるいはゆったりしたような顔をしてね、皆さんなんか落ち着いてるような感じしますよね。まあ、欲がないというか、なんかそんな感じして、でおじいさんとかおばあさんとか非常に
なんか豊かな表情で、毎日私がそこに撮影したりとか言うと、みんな、ああ、なんかこんにちは、お元気ですかみたいなね、そういうふうになんか声をかけてくれたりとか、じゃあ一緒に写真撮りましょうか、そういうふうにね、いろいろなんかみんな優雅な感じしましたね。優しいというイメージもあって、本当にね、動物とか犬とか猫とか、それ見てもみんななんかおとなしいですよね。なんか吠えることもなくて、なんかみんな落ち着いているような感じを、動物までね、そこまで見えてしまうというのも、私個人的な、あれかもしれないですね。やはりこの別世界への、ね、不思議な村として、ここはやはり、長い時代をかけて存続してきたということは言えますね。で、中国語の言い方はこういうふうに、ありまして、皇家看故宮、民家看党家村という言葉があるんですよね。どういう意味かというと、要するに皇帝の家を見るときに紫禁城、故郷を見るわけですよね。民家を一番きれいなものを見るとしたらこの十日村なんですよ。ここはそういう意味です。つまり民家の中にとっても大事な村でもあるにもかかわらず、そんなにやっぱり人気はないというのはちょっと残念の、ところもありますよね。でも現在はね、やっぱり開放されましたので、近年ね、観光地になっちゃったから、住んでる人たちもね、どんどんね、みんな稼ぎ外出たりとか、若い世代もどんどん減っていく中に、なんかここをね、ちょっとなんかもう変わっていくんですよね。やっぱりいろんな人、観光客が来ると村の考え方はやっぱり、変わっていくんですよ。昔のままの感じをちょっと経ていくというか、そういうことも言えるんではないかなということですよね。で、私いた頃にやっぱりこの村の生活を見ていくと、やっぱりそこの習慣見て、結構いろんな、料理も食べたりとか、やっぱり美味しかったんですよね。その料理、一回見た時にはなんかラーメンを食べる時があって、なんか本当にこんな大きいのラーメンが来て、食べれないな、こんな大きいの、安くて美味しいですよね。で、隣見てみたらもっとすごくて、なんかカップルがこんなバケツみたいなね、この洗面所みたいな、こんな大きなものでね、みんな麺を取って食べてんだろう、あれこんなのすごいなっていうね、そういう食べる量も違うんだろうし、そういう意味でなんかとてもね、印象残ったようなエピソードはやっぱりありました。やはり一つの共同体、昔一族というのは、一族が自分の一つの、世界なんですよ。自分の一つの国みたいなもんとは言えないんですけど、一つの共同体、一族の団結するために、心を一つを団結することによって一族を守るという考え方ですよね。実はこの団結ということを、国のレベルというとあまり良くないらしいんですけど、なぜかというと、国民が団結すると国が転覆されるわけですよ。なぜ転覆するかというと、思考と考え方が一致すると革命が起きるんですよ。革命が起きると国が、潰されていく。要するに、歴代の中国の王朝というのは全部こういうふうになるわけですよね。だから思考とか思想とか一体化にすると革命が当然起きて、次の王朝を倒すわけですよね。こういう繰り返し繰り返ししてきた歴史があったわけですね。でも、今の時代を見ると、世界を見ると、逆にこれも一つのギャップなんで、私から見ると数多くの需要は今はあるわけですよね。異世界も多いし、異文化も多いし、この需要が多ければ、異世界が多ければ多様化されていくわけですよね。多様化されていくと今度まとまらないですよね。要するに力が分散して、分散すると今度逆に社会が管理されやすいんですよ。分散するとどこも力がないから、だとしたら管理していく社会が成立すると、今の社会はどっちかというとそういう傾向にあるではないかということですよね。グローバリズム的な社会になってしまうわけですよね。そういう管理社会的な世界を、今もしかするとそういうまとまらない社会によって、見ると、この、昔こういう村の考え方、この一族の考え方ともちょっとやっぱりギャップがあるということは、私自身が感じますね。
まあ、現在なお、ね、このように、まあ、一族まだ今残っていますから、まあ、今この20代ぐらいになってきたんですよね。まあ、ここの村の人たちは、まあ、20代続けてきたというのは相当長い歴史ですよね。まあ、自分たちの信条やアイデンティティを守りながら、まあ、そこの傾向を強く感じることができました。で、一族の共同体の尊厳を密かに守られているではないかということも、まあ、思います。まあ、まあこういうことをもしかすると今の現在社会においてこういう考え方も一つ大事な、まあ、知恵として、まあ、受け止めることもできると、まあ、私はそういうふうに思います。まあ、今日はここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。いつも見ていただきましてありがとうございます。まあ、もしこのチャンネルを気に入っていただければ、ぜひご登録をよろしくお願いします。